はい、どうもシャルコームズでーす。ニャーというわけで、これが上がっている今頃は、はい、2017年12月31日、はい、最後の最後、最後の最後ですよ、今年最後の最後、ラス相撲、ラス相撲です、最低です、最低、ね、というわけで、まあ、今日はね、今年1年を振り返ってみて、はい、どうだったかなっていうのを振り返ってみましょう、はい、うん、はい、まず第1位、今年一番楽しかった SHTV の企画はなんだっていうことで、皆さん何かありますか。はいはい、全力目隠し対決。くぅ、やられたー。いや、あれはもう自分で持ち込んだ企画だけど、うん、正解やなと思って。あれ面白かったよね。あれ面白かった。あの中でやったらどれが一番好きやった。障害物競争。あー、やばいね、あれ。俺は企画じゃないけど、目隠しジャンケン。あれはね、どっちかって見てる方が出して、こうやって、ってこうやって触って確認して、そうそう、ちょっと小さくなるよね。ちょっと負けたかどうか。あれはね、ちょっと離れてやるともっと面白いかも。そうそう、面白いね。全力シリーズはまたやりたい。まあまあ、いいね。うん、他、詳しく先は。最近のやつやけど、うん、イリゾの。あー、打ち消しの、打ち消しのやられたな。今度は自分たちでなんとか打ち消そうや。いや、そうだね。打ち消すにこだわらなくて、検証だから、なんか検証しようよ。打ち消せるそうなやつをさ、うん、持ち寄って、うん、あ、また副材でいく。ほんでもさ、やっぱ返さない。それリリリさ、ちょっと返せなとか思ったやろ、うん、もうそんなん思わんでいいやつ連れてこや。でもちょっと憎いなって思ったよ。ラハーン、これ好きやろ。俺、当たってもないのに俺食ったからね。あの、悪知恵が働く年だからね。悪知恵を働かせる。でもそんな容赦せん。容赦しなかったね。容赦せんやん。でも俺らは容赦したい。したそうだね。じゃあ次は入り江あたり。あ、いいや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 。まあそれはね、やりたい企画またある。いや、りょうくん、いや、もう出ちゃって2つとも、あの、あれ、ね、今クソって言ってるやろ。今あれやろ、缶のこと言う。今缶のこと言う。まあその2つぐらいかな。2つぐらい。まあ他にもありますけどね。まあまたなんかいろいろ遡ってみてください。はい、じゃあ続きましてはですね、次は TV じゃなくて踊ってみたダンスですね、うん、でなんかこう今年印象に残ってる作品とかありますか。やっぱ卵巣じゃないの。卵巣は超あ、卵巣はね、でもやっぱあのコラボをすごく頑張ったよね、白浜とカラスは。そう、めちゃめちゃ頑張ったよ白浜とカラスは、ね、実は11月かのラストから実は毎週上がってるもん。そうなんだよね。だって俺も多分今月だけで3本上がってるから、ね、今年トータルさ、俺もすごい上がってるよ、ね、ってるよね、今年めっちゃ上げたもん。だから来年はさ、うん、なんかこう4人で動く。あ、それはもうね、それはもうもちろん、ちょっとそれぞれのね、仕事があったりなんだりで、うんうん、ね、りょうくんね、それぞれの仕事があったりね、俺もあったりあったりなんだりで、ちょっと4人で活動ちょっとおろそかになってたけど、うん、ちょっと4人で4人の作品を1回4人で飲みに行こうよ。別に飲む必要ない。飲んだら普通に、うん、いつもの感じになっちゃう。いや、今年はね、結構ね、いろんな人とやったよ。そうだって、リリリともやったもん。初めてのコラボ、ラビットやったし、うん、いや、でも、まあ、そんな感じ。やっぱ一番は卵巣かなっていう。卵巣は、ね、そうですね、うん、楽しかったし、楽しかった、うん、ってな感じです。はい、最後、3つ目、はい、つらかった出来事ですね、うん、個人的に言うと、うん、その、ほらダンスってさ、みんな動画上がってるとこしか見てないけどさ、うん、やっぱ動画上げるまでにさ、1、2回練習したり、まあ最低2回ぐらい練習するやん。そうだね。で、まあ難しいやつだったら3回とかさ、うん、で、自分の練習はしたら 4日ぐらいがさ、まあ朝、夜やったりとか、夜だけやったりとかするわけよ。で、それがさ、パンパンパンと続いた間に俺らの仕事も入りつつ、外注の仕事がさ、入ってきても見えへんやんか、うん、でも、むっちゃきつかった、それが。そうね、10月、11月ぐらいかな。わ、詰め込んでたね、カラス。もうすごかって、それが今年、むっちゃしんどかった。脳みそを切り替えるの大変だよね。え、めっちゃマジのやつだよ。え、違う違う。いや、いいよ、いいよ、いいよ。あの時のカラスは辛そうだった。めっちゃ辛かった、もう。そう、が一番今年だから辛かった。なんか最近ここ2年ぐらいで一番辛かった。へぇー。朝も夜も振りのこと考えてた。まあそうだよね。しかもコラボって楽しいけど大変なんだよね。そう、大変なんよ。いろいろ連絡もね、取ったりしながら。スケジュールがね、会いにくいから。いや、りょうくんはどう？うん。俺も結構あって。どうした、何？今年でしょ？うん。ネットが止まるという。うん、
あああれはね、辛かったね。やっぱ俺ゲーム実況を見る側としたらあれは辛いよ。いや、それは辛いよ。新作出たってツイッター見てさ、うわ見よう見ようってなったら1週間ぐらい止まったね。そうだね、1週間止まった、ね、あれもね、4G で見ようと思ったらバケットかかったね。そう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 。なるほどね。あれは辛かったな。それは辛いわ。いっちゃん辛いかもしれない。ね、ね、あと寝て起きたら、なんかようわからんけど支払い忘れとって、あと電気止まるっていう。いや、辛かった。いや、まあ、起きて電気つかんのよ、真っ暗な暗闇で。だいたい LINE するやん、暗闇。起きたら暗闇だったって。あれはね、辛いよ。2018年はね、まあ、それはないようにしようかなって。そうは辛い。それは辛い。ライフラインが止まるのは非常に辛い。うん、辛い、辛い、うん。あのカンカンのやつはいい。もう声はなかった。あれはもういい、大丈夫。あれはいい。あれは、でもね、ちゃんと辛かった。あれはね、ちょ、やってみ？なんか挑戦的な。500円玉を投げて自販機に入れるとか。あ、いいな、マイケル・ジャクソン。バスケのやつやるね。こう、カンカンね。後ろ向きで投げてる。そうそうそう、高校生がよくやるやつね。あれより、いや、いや遅いよ。俺ずっと待ってるのそれ。今シランがくれって言う。嘘だもん。目がキラしてたの。じゃ逆に目がキラってた。しすぎた。しづらいなと思って。いやいや、ちょっともう結構ね待ってたんだけど。あ、ごめん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 。いや、タイミング間違えた。ということで、絶賛発売中。発売中。こんな発売してないよもう。初めて。ヒゲ生えてる。若いね。え、白藩ゴレイヌみたいな。うまそうなファッションリーダー白藩。いや、ヒゲ生えてる。ゆうまくん森田剛みたいやん。あれでも言われてたこの時。でもあんま変わってないよ服も。でも20代前半で。20代前半でこれ20歳。これあの伝説となった SLH の一発目の DVD。ライトオンっていう作品がね、一番最初にあったんですけど、でもこれはどんだけ頼まれても絶対出ません。これ絶対出ません。出さん闇です。はい、というわけで、2017年も、応援していただいた皆様、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。2018年は、またいろいろ明日ね、上がると思うんで、また動画が ね、そこでちょっといろいろ話したいと思うので、はい、感謝を最後、感謝のパワーを。ありったけの、ありったけの感謝のパワーを強調して、ね、うん、でもありったけやったら俺ら倒れちゃうよ。その倒れちゃうよ、ね、もうそれぐらい、それぐらい、それぐらいのに。オッケー、分かった。みんなに今日のこれ今年の感謝をみんなに届けるから、ちゃんと受け止めてね。いくよ、手にパワーを。ああ、またね。